はい、今日のお店はこちら。ここは MRT ドンメン5番出口から徒歩 2,3 分とすぐ近く、日本人観光客にも人気の街、ヨンカン寺の中にある尿路麺専門店です。ドンメン名物、行列のできるツォンヨーピン屋さん。ツォンヨーピンは生地がもちもちで美味しいんですよね。おお、万の席。これは相当地元の人たちに人気の尿路麺屋さんのようですな。めっちゃ忙しそうやのに、店員さんの愛想もすこぶる良いのも好感度アップですね。メニューはこんな感じ。ここはダオシャオ麺という荒削りで太い麺を使った尿路麺が名物のようですね。ほな、この以前から気になってたファンチエ尿路麺、トマト尿路麺のダオシャオ麺をもらおうかな。毎度おなじみシャオサイコーナー。キュウリとキャベツ半々のピクルスにしよう。キュウリはファンゴア、キャベツはガオリーツァイと言いますよ。橋のことはクワイツーと言いますよ。このピリ辛の牛脂は絶対入れてと店員さんに言われたので、なんとなくビールの気分。台湾ビールはあんま好きじゃないけどね。ほな乾杯。お疲れっす。ふはー、相変わらず美味しくない。ちなみにお店やのに40元、約140円です。安かろう悪かろう。初めてのトマト尿路麺。よっしゃ、ほな食べていくで。まずはスープから。うまー。おお、こりゃかなりコクのあるスープやで。見た目はちょっと薄そうなんやけど、意外にも牛肉のうまみが凝縮されておるぞ。これは相当うまい。尿路麺といえば山菜。うん、美味しい。スープとマッチしてる。ほな店員さん激推しの牛脂。うまー。これは絶対入れてっていうのがうなずけるわ。スパイシーでパンチが効いて超うまいやんけ。ほな、ダオシャオ麺はどないやねん。うまー。これはかなりもっちもちやわ。相当太くて荒削りやから歯ごたえが半端ないで。小麦の風味もツンと鼻に抜けて、牛肉の旨味が凝縮されたコクのあるスープとの相性も抜群やないか。ダオシャオ麺、これは歯ごたえ重視の女性がハマりそうな麺やと思うわ。よっしゃ、ほな牛肉はどないやねん。うん、もちろん美味しいわ。柔らかくてスープ同様、旨味がギュッと凝縮されておるぞ。これがトマト、ファンチエって言うよ。うん、あっさりしてて美味しいわ。へえ、尿路麺とトマトって相性いいんやな。知らなかったぜ。よっしゃ、シャオツァイ行こうか。まずはファンゴア、キュウリね。うん、普通に美味しい。日本と同じ甘酸っぱいキュウリの酢の物って感じ。ほな、ガオリーザイ、キャベツ。うん、これも普通に美味しい。キュウリと全く同じ味。どうもー、ゾロでーす。はい、今日はね、ドンメンに来てるんですけど、尿路麺のお店ですね。尿路麺みたいな初めて食べるんですけど、
うわ、美味しいわ。美味しい。めっちゃスープが濃厚やね。見た目は薄いけど、すごい濃厚。美味しい。ラオシャオ麺っていうのかな、あの刀削り麺って言ってね、すごい太い麺ですけど、すごいもちもちでめっちゃ美味しい。多分台湾の人キューキューって言うんやと思うんだけど、キューキューみたいな。めっちゃ美味しいわ。いや、めっちゃうまい。これあのビーフの牛肉、あー柔らかい。よく煮込まれててね、美味しい。これあのトマトニョロ麺なんで、トマト入ってるんですよね。お寿司合うわ、トマト合うわ。いや不思議だね。いや美味しいわ。どん麺、ニョロ麺うまいね。この間の三つ星のとこどん麺だし、このラオシャオ麺もちもちしてすごく美味しい。これごたえがすごい、もっちもち。これは女の子が好きやと思うわ。あまりそうやね。お客さんいっぱいあったもんね、さっきね。女性の割合の方が多いんじゃないかな、多分。これあの山菜ね、ニョーロー麺といえば山菜なんで。山菜もね、美味しいとこ美味しいけど、美味しくないとこ美味しくないからね。美味しいわ。なんとも言えない。全然酸っぱくないんやけど、ここのはお漬物に近いかな。でこれが牛の油、牛脂やと思うんやけど、これ店員さんがねおすすめしてたんで、ちょっと辛いんやけど、絶対入れてって言われたんでね、店員さんに。ちょっと入れてみて。美味しいわ。全然味が変わる。いや美味しいな。いや美味しいな。なんだかね、ニョロ麺に慣れてきたのかな。でも美味しくないとこは美味しくないしね。美味しい、美味しい。なんか悪くってしまうぐらい美味しいわ。前の三つ星のとことはジャンルが全然違う。あっちはほんま正統派の上品な感じやけど、こっちはまああの大衆的な感じかな。向こうは尿路麺レストランみたいな感じ。三つ星のとこはこっちは尿路麺食堂みたいな感じなの。大衆食堂みたいな。でもね、あっちはほんまめっちゃ美味しい。スープのコクが半端ないね。これも全部入れるわ。美味しいね。あ、忘れた。これシャオツァイね。キュウリのシャオツァイ。美味しい。これはキュウリの酢の物、お漬物みたいな感じだね。これもキャベツの酢漬けみたいな。甘酸っぱくて両方とも同じ味やね。これはまあ普通台湾ビールね。美味しくない。台湾ビールは美味しくない。相変わらず。美味しくないよ、台湾ビールはね。あ、でもニューロン麺が美味しいんで大丈夫です。うまいわ。これあの台湾生活長いんですけど、僕気づいたことがあって、台湾の人ってあんま美味しいって言わないんですよ。ハウツーとかあんま言わないんですよね。黙って食べてる人がめっちゃ多くて、日本人は美味しい美味しいって言い過ぎるらしい、台湾の人からしたら。値段もね、めっちゃ安いと思う。シャオワンで1杯量やから160円、なんぼやろ。600円を切ってると思うんやけど、めっちゃ量が多い。ダオシャオ麺って言うと思うんやけど、これ欠点が1個見つかった。食いにくいわ。箸がこうツル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 滑るというか。ただほんともちもちで美味しいね。いつもあの撮影でね、一番最初あの喋り出すじゃないですか、僕は。はい、本日はみたいな。その時ちょっと一瞬周りがね、シーンってなるんですよ。すごく気使うと思う、やっぱり。牛肉もたっぷり入ってるね。これあの汁が辛かったら出してくれるみたいですよ。すごいね。店員さんの挨拶もいいし、ここ永康寺園っていうね、日本人の観光客とかいっぱい来るとこで、まあ COVID-19 でね、コロナで観光客ガン減ったけど、ここ全然関係ないね。もう地元の人でいっぱいやわ。でもあの
最後の方はね、ちょっと飽きてきたかな、正直。とあの顎が疲れる、あの麺がもちもちすぎて、歯ごたえがありすぎて、顎がちょっと疲れてきたね。ほんまいつも思うけど、チャーワンとか食べる人おんのかな。チャーワンでも十分やと思うけどね。なんとかね、完食しました。めっちゃ美味しかったけど、やっぱ最後の方ちょっと飽きてきたね。ダオシャオ麺がすごくムチムチで、歯ごたえがありすぎて、噛むのがもうしんどくなってきた。本当に顎がだるい。でも美味しかったです、本当に。今日もありがとう、ごちそうさま。はい、食べてきました。で、おロボットが削っとったんかい。入る時も中入ってからも食べてる時も全然気づかなかったわ。まさかロボットが削っとるとはな。よっしゃ、ほなまとめます。ロボットが削るダオシャオ麺を使ったファンチエニョーロー麺、トマトニョーロー麺は小で160元、約570円でものすごいボリューム。スープは濃厚で牛肉のコクが凝縮されていて、名物のダオシャオ麺は太くて歯ごたえあって超もっちもちで、牛肉も柔らかくて旨味がギュッと凝縮されていて、ファンチエトマトがあっさりと非常に相性が良くて、全体的にかなり美味しいニョーロー麺でしたね。とはいえ、ニョーロー麺特有の飽きてくる問題は発生しましたわ。それからあまりにも麺がもっちもちすぎて、途中から顎が疲れて食べるのが億劫になってきたことを今ここに正直に白状しようじゃないか。シャオタイは普通、台湾ビールはまずい。しかしながら今まで食べてきたニョーロー麺では間違いなくベスト5、いやベスト3に入るかもな。本当に美味しかったです。今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。